そうですね、なんか昔バックトゥザフューチャーっていう映画があったじゃないですか。なんかあれもなんだろう、スピードとスピードのなんかぶつかり合いでタイムスリップするみたいな、なんか内容があったような気がして、なんかそれを思い出しましたね。なんか青春というと大げさですけど、昔のそういうイメージが広がる時代みたいな、なんていうんですかね、そういう年頃を思い出して、なんか懐かしい感じがしましたね、台本を読んで。何なんですかね、あの小枝さんの応用力というか、その受け止める幅とか、まあ、もちろん演出含めて、小枝さんだったらこう全てを含めてこう焼き付けてくれるような気がして、そのなんかまあ信頼っていうことなんですかね。他の監督も信頼してないということではなくて、今回小枝さんからいただいた台本がそうだったんで、小枝さんになったらできるなと思って、そんな感じでした。なんだろう、その今回でいう前田大志郎君とのその人間対人間の心のつながりというのか、その芝居の前の部分がちゃんとつながっていれば何でも美しいものにしてくれるような気がして、あとやっぱり監督の人柄がやっぱ組そのものの空気に出るじゃないですか。すごい癒されますね、毎回是枝組に来ると。あのスタッフみんな楽しそうだし、なんだろう、嫌なプレッシャーというのか、ストレスも全くない現場に見えるし、自分自身がその自由で、すごく楽しんでるっていうのを自分自身で感じられますね。